それでもなお前に進むか。夜叉よ。はい。意志なき力など無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし大義をなすための力となるのだ。はい。 強固なる意志か。残された時間は少ないか。やはり貴様しかいない。 この俺を嗅ぎつけてきたのか。<音声>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 
七聖天も焼きが回ったものだ。ブリトラを倒してもまだゴーマどもは現れる。暇つぶしにはこと書かないが、まずはこのバカを何とかするか。
わきまえず顧みず。だが迷いなく生きる貴様はあのオーガスですら認めていた。だが貴様の体は己の怒りにすら耐えられぬ脆い器だ。ならばなすべきことはただ一つ。受け入れろ。7兆人分のマントラを蓄積していた因果要塞の中枢、八極炉だ。が、四季、欲、体、凶、暴、勇、そして世界の業そのものでもある。マントラを全て消費した今となっては何の力も生まぬが、貴様の怒りの器としては十分であろう。我ら七聖天を名乗った者たちの矜持を受け取れ。無様に横たわる貴様など見たくない。俺はお前を助けているのではない。貴様は今以上に地獄に向かわねばならない。
アスラとヤシャ、水と油、炎と氷、決して交わらざる二人はやはり雌雄を決せざるを得ないのか。二人の因縁に今終止符が打たれる。